どうも、ビーズのトークジムにようこそ。ビーズ専門解説のあつしです。今日は最後までご視聴よろしくお願いします。今日は5月の8日ってことでですね、ついにゴールデンウィークが終わってしまったっていうことでですね、ちょっとブルーな方も多いかなと思うんですけども、まあ、すぐ慣れます頑張っていきましょう。はい。で、今日のトークテーマなんですけども、先日ですね、 YouTube のコミュニティの投稿欄や、Twitter、インスタにですね、こういう投稿してました。はい、こちらです。問題、プレジャー2023が以下のセットリだった場合、 A、B に入る最適な曲を答えよっていうので、ね、セットリストの A と B に何が入るかっていうのをね、まあ、ちょっとこう面白おかしく問題になるかなと思ってですね、ちょっとこう出させていただいたらですね、思ったよりか多くの反響をきまして、コメント総数がですね、240件起きました今日はその中からですね、約30件をですね、抜粋してお伝えしようかなと思います。まあ、王道のプレジャーっぽいセットリで出して、皆さんがこの A と B をどういう予測をしてくるかっていうのをちょっと楽しもうと思ったんですよ。で、まず、僕の回答からいきましょうか。このライブジブにようこその後はやっぱりこうハイテンションな曲で、かつ懐かしく意外性のある曲が聴きたいなと思ったんでですね、僕はこの A に関してはムーブですね。で、裸足の女神をやって、でその後の MC ですね、まあ、これもよく言ってる MC ですけど、まあ、懐かしい曲や新しい曲とかいっぱいやりますっていう MC から次何が来るかっていうね。で、これだけだと B が予想しにくいなと思ったんで、あえて6曲目に王道バラードのタイムを持ってきたんですよ。なので、まあ別にバラードが来てもいいですよっていう意味合いで今回タイムにしたんですけどね。この5曲目に入るのはですね、個人的にはですね、まあバラードではなく、こうちょっとミドルテンポでみんなが乗りやすいものを僕はそのイメージしてるんですけども、というわけでこの B はですね、僕は野生のエナジーかな皆さんの回答を一件一件見ていこうかなと思います。はい、ガーベラさん、 A 恋心、 B 星降る夜に騒ごう。うん、いいですね。恋心をビーズのライブ締めようこその後に持ってくるっていうのはなかなかね2だと思います。で、実はこのパターンはなかったわけじゃなくて、2000年のジュースツアーがそのパターンでしたね。そう、星降る夜に騒ごうもね、結構他の方も結構書いてらっしゃったんですけども、まあスターズって名前のツアーですから、普通に聴ける可能性高いですからね、うん、はい、次、ユミッチさん、選んだ理由がですね、すごくこうストーリー性を持って書いてらっしゃったんで、これがすごく印象的だったんでですね、うん、スターズに輝くプレジャー2023、あの感動を胸に、ここで、A ですね、3一心不乱にまたこうして集まり、裸足の女神たちは、5番 B ですね、ユナイトする、6タイムこの時、ストーリー性のあるセトリって今まであるのかな。案外僕の記憶だとないんですけども、たまにはこういうストーリー性があったライブもいいかもしれないですね。ボスブラタイムさん、 A ウルトラソウル、 B セーフティーラブ。このね、ウルトラソウルは絶対やると思うんですけども、個人的な見解としてはウルトラソウルは割と前半に紹介してほしいなって前から思ってましたっていうところと、このセーフティーラブね、これコメントでも書いてますけど、35周年のバースで2人きりになってとかネタにしてほしいっていうね確かにそれはなんかね、絵として想像がつきますね。いいですねこれね、うん、メルさん、 A 願い、 B ハリーアップ。結構ね、願いって書いてる方も多かったんですよ。まあ多分その星に願いをから多分願いって言ってる方が多いのかな、今回。で、この B にね、このレア曲枠を持ってくるのは素晴らしいですね。このハリーアップっていうですね、選択肢が僕は素晴らしいかなと思います。これもうアクションツアーのホールでやったのが最後か。で、確かこれいつショータイムが出るまではビーズの中で一番テンポの速い曲だったんですよね。まさひろさん、A、Don't Leave Me、B、Yes, Yes, Yes。この今までのビーズのライブで、ビーズのライブジムへようこその後にバラードが来たことってあんまりないんですよね。とそのカモンツアーとかはドンアナライカで、マジックツアーがマイロンリータウンとか、まあそういうパターンはあるんですけども、このドントリブミーだったらね、そのすごくねこう合うなと思ったんでね、素晴らしいチョイスだなと思ってちょっと選んでおります。で、 B イエスイエスイエス、裸足の女神でみんなを歌わした後に、でさらにこのイエスイエスイエスで、まあ、稲葉さんもともとこの曲は全員で歌いたいっていう要望のもとで作ったっていう話だったんで、まあ、このタイミングで出すのもいいかなと思います。ただ前回のツアーで普通に演奏しちゃってるんでね、今年やるかどうかっていうのはちょっとこう微妙なラインかもしれないんですが、聴けるといいですね。夏さん、 A スーパーラブソング、 B 稲葉さんプレジャーということで懐かしい曲を Go No Do Go。 いいですね、このスーパーラブソングも結構書いてらっしゃる方が多かったんですけども、まあこうスーパーラブソングもね、もう15年間ライブでやられてないんですよね。
なので、まあ、このタイミングで聞きたいっていうところと、この B のこの言い回しがですね、この93年のジャップ・ザ・リッパーのオマージュなんですよね。トレジャーランドのライブビューイングで、この93年のジャップ・ザ・リッパーの映像出たんで、やる可能性は多少なりともあるかもしれないですね。次、ゆうすけさん。A、クレイジー・ランデブーズ。B、フシダル 100%。いいですね。でね、この方以外にも結構クレランって書いてる方非常に多かったんですよ。なんかクレイジー・ランデブーズすごく人気ですよね。2009年のショーケースで演奏されたのが一応最後は最後なんですけども、車のエンジン音から始まるあのイントロたまらないですよね。はい。で、B、フシダル 100%。僕は個人的にこのチョイスはすごくいいなと思います。自暴自棄になって歌う稲葉さんがちょっと見てみたいですね、この曲でね。はい。チャイさん、 A ホットファッション、 B 快楽の部屋。いいですね。ホットファッションもね、しばらく演奏されてないからこれも聞きたいですね。そう、今回ホットファッションで書いてる方も非常に多かったんですよ。で、B 快楽の部屋ね、この90年代初期の名曲と言われてるこの2曲ですね。そう、快楽の部屋はね、これそれこそプレジャーで聴きたい曲なんですよね、僕もね。ただこの B に持ってくるよりもだいぶ後半に持ってきてほしいっていうのが本音かな、快楽の部屋に関してはね。ただチョイスが素晴らしいんで選ばせていただきましたと。次、1178% さん、A ミスターローリングサンダー、 B セーフティーラブ。いいですね。ミスターローリングサンダーはね、もうしばらく演奏というか、もう93年が最後なんですけども、これ僕が選んだ理由として、ビーズで初めて聴いた曲は多分このミスターローリングサンダーなんですよ。この曲でビーズってかっこいいなと思って今に至るんですよね。だからやったら僕が多分泣いちゃうかもしれない。大塚さん、 A ムーブ、 B オーガール。まあこの A ムーブってのは自分と同じ意見だったんでいいなと思ったのと、まあこの B のオーガールもね、こうプレジャーの中で定番だし、まあやるとしたら前半の方でやってるパターンが多いんでですね、まあありえるんじゃないかなっていうところですね。磨け池おじさん、 A バッドコミュニケーション、 B 赤いかげろう。チョイスがいいですね。ようこその後にバッコミ持ってくるのなんかすごく合いそうですね。さらに会場のボルテージがガーッと上がりそうな感じがします。懐かしい曲いっぱいやりますっていうこの MC の後に赤いかげろうのあのイントロが出たら、会場中がウォーってなるっていうのがね、なんかこうイメージつきやすいですね。ホッシーゲーム&ビーズさん、A さよなら傷だらけの日々を、 B マイロンリータウン。多分このチョイスからしたらだいぶ若い方なのかな。まあ確かに2010年代の楽曲とかもバランスよく組み込んでほしいですっていうのは、すごくわかるっていうか、ほら前回の日の鳥ツアーがほぼ90年代の曲で固められたじゃないですか。今回はまあそのバランスよく組んでほしいなっていうのが僕はすごくね、この共感を得たんで、ちょっと今回選ばさせていただいたんですけどね。次、ゆずさん、A ムーブ、 B ワン&ハピネス括弧日替わり。いいですね。この、まあ、ワンとかハピネスが聴けるっていうのは、このワンとかハピネスがね、このでっかい、会場で聴けたらなんか幸せな気分になりますよね。で、特にハピネスはね、最後の部分みんなで歌ったらきっとね、壮大な合唱になるんじゃないかなと思います。次、ムーンさん。A、ウルトラソウル。B、君の中で踊りたい。&レディーゴーランド日替わり。で、B がね、このチョイスがこう、めったに演奏されないシングルたちっていうね。もうファイブエラーズも演奏されてないですからね。特に君の中で踊りたいはなんかこう生で聴いてみたい気がしますね。はい、次。田中直さん。A、Do Me。B、星降る夜に騒ごう。Do Me はね、本当にもう一回生で聴いてみたい曲、かなり上位に僕は入ってるんで、今回選ばさせていただきました。個人的には97年のファイアウォールツアーの原曲バージョンでちょっと聞きたいんですけども、多分まあそれはさすがにないと思うんですが、それでもね、こう CD 版でもいいからぜひ聞いてみたいなと思います。ダニエル・レイスさん、 A ムーブ、 B リング。うん、もろ僕と同じ好みでそこで選びました。まあリングもね、本当に今年聞けなかったらもうしばらく聞けないんじゃないかっていうね。まあ、今回そのツアーの最終がそのまあ秋の入り口あたりなんで、このリングがねすごく合うんじゃないかなと個人的には思ってます。マナゴーさん、 A スイートリルデビル、 B ゴーファイトウィン。いいですね。選曲がレアすぎて逆に僕はいいかなと思います。特にスイートリルデビルは今聴いても本当にかっこいい一曲ですよね。ゴーファイトウィンもですね、ゴーゴーゴーってのもみんなで叫んだら気持ちいいなと思ってね、素晴らしい調子だなと思います。カイトンコツラーメンさん、 A ラブミーアイラブユー、 B リング。うん、いいですね。このライブジムにようこその後にラブミーのイントロはすごく合うなと思います。B のリング、うん、これもさっき言った通りぜひ聴いてみたいです。ブルースマン-ブラザーさん、A ジャップザリッパー、 B X。 いいですね。この結構ね、この方だけじゃなくてジャップザリッパーって書いてる方も非常に多かったんですよ。まあ、ジャップザリッパーはね、特にこの僕ぐらいの年のファンの方だったらもう一回聴いてみたいってめちゃめちゃ思う、思い入れの強い曲なんじゃないでしょうかね。こうなりふり構わず歌ってる稲葉さんが何よりもかっこいいっていうね。で、その B の X、 これハイウェイ X の時に
やるんじゃないかって一時期噂されてた曲なんですけど、結局やられることもなく終わったんですけども、そのね、ぜひそれは今年でやってほしいなっていう気持ちの表れでしょうかね。これね、次僕に DM で直接来たんですけども、ひろゆきさんからですね、 A ギリギリチョップ、 B 永遠の翼。いいっすね。これ意外とね、ギリギリチョップって書いてる方あんまりいなかったんですよ。まあ一人二人ぐらいいたかな、他にも。やっぱこう3曲目はハイテンションでいきたいですよね。この B のね、この永遠の翼を選んでるあたりは結構ね、渋いなと思います。まあそれこそ5エラーズで久しぶりやりましたけども、いわゆるそのビーズの中でも王道のバラードですよね。これがまたこう野外の会場で映えるんじゃないかなと思います。次、リエさん、 A ワンダフルオプチュニティ、 B ジャップザリッパー。いいですね。このビーズのライブジムへようこその後のワンオフはですね、もう97年を放送させるなっていうところですね。で、この方もやっぱジャップザリッパーって書いてますね。ただジャップザリッパーは個人的にはもっと後半の方で聞きたいかな。ごめんなさい、これ多分ね、韓国の方で名前が読めないんですけども、韓国の方がですね、選ぶビーズの曲が A 孤独のランナーウェイがネイティブダンス、 B オーガルか恋心。プレジャーの中の王道っちゃ王道なんだけど、その韓国の方でもこういう曲名を知ってるっていうのは僕は非常に嬉しいなと思って今回取り上げさせていただいております。ぜひ今年はですね、日本に来ていただいてライブ見に行っていただければ嬉しいなと思います。 MGMGRX7 さん、 A ジャップザリッパー、 B ダークレインボー。まあ、ジャップはね、結構書いてる人多かったんですけども、ダークレインボーね、まあきっとライブでやると思うんですけど、どこでやるんでしょうかね。ひょっとしたら1曲目かもしれないし、最後ら辺かもしれないし、中盤かもしれないっていうね。で、今回松本さんが解放のインタビューで新曲を 3,4 曲やろうかなと思ってますっていう風に言ってたんで、まあ、このダークレインボーの他にもあと 2,3 曲ぐらいあると思うんでですね、今回セットリストは大きく多分過去のプレジャーと変わってくるんじゃないかなって、そんな気はしますね。タック AJ さん、 A ダークレインボー、 B マグノリア。で、マグノリアね、きっとプレジャーでは聴けるタイプの曲ではないんですけども、個人的にはこのマグノリアっていう曲が好きなんでですね、チョイスが素晴らしいなと思って今回選ばさせていただいております。なんかこう、もしマグノリアやるんであれば、まあ、思いっきりなんか雨降っててほしいですね。A ニャンさん、 A 生命、 B アロン。ようこそ上がったところで生命のイントロ、トーンを落としたやりますで静まり返ってからドラムスティックのワンツーでアロンのイントロ、静まり返って稲葉さんの I was born。 いいですね。なんかこう情景が思い浮かびますよね。確かにアロンは結構前半でやってもいいかもしれないですね。レオさん、 A お出かけしましょう、 B ギターキッズラプソディ。ワクワクしそうなセットリストですよね。特にB のギターキッズラプソディは本当に僕はライブ向きの曲だなって思うんですけども、なんだかんだもう30年近く演奏されてないのかな。またこれは本当ライブで聴きたいですね。ほーどーんって言いたいですね。弁天島よしさん、 A さよなら傷だらけの日々を、 B カラカラ。いいですね。特にこの B のカラカラは高評価ですね。で、この方だけじゃなくて結構カラカラって書いてる方も実は多かったんですよ。で、個人的にはそのほらカラカラって裸足の女神のカップリングじゃないですか。で、この裸足の女神に、続けるっていう意味合いでこの多分カラカラを選ばれてるあたりが僕は素晴らしいなと思います。で、個人的にはカップリングのこのカラカラの結構僕は好きですね。はい、のこた二刀流せどりさん、 A 孤独のランナーウェイ、 B スプラッシュ。このね、B のスプラッシュですね、今日は会場の奥までビュンビュン飛ばしていくんでよろしくっていうね。MC を加筆していただいてですね、からのスプラッシュっていうね。これはこれで素晴らしいなと思います。はい、はい、次、TI さん、星降る夜に騒ごう、ドームスタジアム公演で、快楽の部屋がアリーナ公演と、で B 新曲ドームスタジアム公演で、アリーナがメイリングの日替わりと。まあ、今回ね、そのアリーナとドームスタジアムあるじゃないですか。で、まあ多分そのアリーナとスタジアムでセットリストはそれなりに変えてくると思うんですよ、過去の事例からしてね。確かにこういう選択肢もありだなと思っていいなと思います。で、このセットリスト見ちゃうとなんかこうアリーナ公演の方に行きたくなりますよね。じゃあ次で最後です。バーブラザーフッツ、これ確か埼玉のビーズバーの方だと思うんですけども、ビーズのライブジムへようこそ。 A ワイルドライフ、ドラムビート、ダン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 、インザワイルライフ、B クレイジーランデブーズ。ちょっと落ち着いてきたね、ここなめだよ、ここは。頭の中で一番脳内再生が僕はできましたね。で、そう思った方が多かったのか、この方の投稿だけいいねがダントツに多いんですよ。18件もあるんですよ。僕もこれはいいなと思ったし、これをリプを見ていただいた方も非常に評価が高かったっていうのでね、選ばさせていただきました。いつか埼玉のビーズバー行けたら行きたいなと思います。はい、はい、というわけでですね、今回非常に多くのコメントをいただきまして本当にありがとうございました。希望というか、好みっていうのを見てると本当に皆さんビーズの愛が深いなと思います。
まあ、実際ね、こうセットリストはもうその日になってみないとわからないんですけども、そうこういう楽しみ方もですね、ライブが始まるまでの醍醐味じゃないかなと個人的には思っています。というわけで、ぜひ、今年のライブをね、楽しみに待ちたいなと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さよなら。